せて。それではまずフィールドのご紹介です。今回発表したのは寒冷群島になります。ここはかつて巨大な竜が巣窟としていた場所。数多くの強者たちがその竜に挑み散っていったと言われています。続いてはその寒冷群島に住み着くモンスターたちの紹介です。ゴシャハギは氷雪地帯に生息していて、獲物を求めて雪原を徘徊する蛾獣種です。自身の呼吸により生成した氷の刃を武器にハンターを襲います。ベリオロスは巨大な牙と鋭いトゲが特徴のモンスター。前足や尻尾に生えたスパイク状の鱗を巧みに使い、氷上を縦横無尽に駆け回ります。フルフルは主に洞窟などの暗所に生息する不気味なモンスター。体から発せられる電気と長く伸びる首には要注意。ドスバギーは青白い皮膚の色と大きく隆起した頭部の突起が特徴。獲物を特殊な体液で昏睡させて仕留めるため睡眠対策が必要となってきます。ウルクススは腹部をソリのように使い、雪の上でも素早く動けるのが特徴で、その速さへの対応が求められます。ティガレックスは凶暴で、発達した四肢を使っての突進、強力な爪と顎の一撃の威力に注意が必要なモンスターです。タマミツメは独自の進化を遂げた宝庫竜。特殊な分泌液と体毛をこすり合わせることで発せられる泡で
ハンターの自由を奪います。マガイマガドは硬い鎧のような口角を身にまとっており、鬼火のように見える特殊なガスと特徴的な尾を使ってハンターに襲いかかります。また本作ではある条件を満たすと、かけり虫を使ってモンスターを拘束することができる双竜というアクションが加わっています。これでも食らえ、これでも食らえ。ここからは狩猟生活を盛り上げてくれる個性豊かなキャラクターたちや拠点の紹介です。里クエストと集会所クエストの受付嬢日の江とミノト、みんなから慕われている竜神の姉妹です。二人がそれぞれ奏でる歌は里の癒しとなっています。最近ミノトは絵画にハマっているようです。拠点の中には狩猟生活を盛り上げる施設もあります。この修練場ではさまざまなオブジェクトを攻撃して武器のアクションを確かめることができます。一部のオブジェクトは動作などの設定変更が可能です。発売日は2021年3月26日金曜日となります。体験版の情報をお送りいたします。初心者向けクエスト、上級者向けクエストと基本訓練クエスト、さらに本作から導入した双竜に慣れていただくための双竜訓練クエストをご用意しています。初心者向けクエストと上級者向けクエストはシングルプレイはもちろん、それぞれローカル通信、オンライン通信プレイを体験いただけるようにしました。かけり虫や環境生物取得によるステータスアップを体験できるようになっています。
登場モンスターは初心者向けクエストが押さえ槌の討伐、上級者向けクエストが本日発表した玉三つねの討伐となります。かけり虫の操作などの基本操作を体験できる基本訓練クエストと、今作の新システムでもある双竜を体験できる双竜訓練クエストも用意しました。この体験版の配信はご覧の日時に決定しました。期間限定の配信となっておりますので、ぜひダウンロードして体験してみてください。なお、この放送終了後にモンスターハンターライズ新アクション操作、逃がしてしねえ。